東京都選挙区世界経済共同体党又吉光六69歳昭和43年中央大卒日産サニー沖縄等会社勤務学習塾経営世界キリスト教会設立世界経済共同体党設立現在代表では又吉光雄さんの政見放送です 日本経済について述べたい、戦後の高度経済成長期、安定経済成長期、低経済成長期のそれぞれの国内総生産 GDP の年平均実質成長率は、 9.1% 0.9%、4.2%、と下落してきたそして約15年になるデフレが続いてきたこの数字を無視することはできないそれは現日本経済は終わった ているると見るべきだその日本経済の連動結果として財政赤字問題年金原資問題国民医療費原資問題介護医療費原資問題失業問題 ワーキング・プア問題、非正規社員問題その他、危機、難問、諸問が山積している。このままでは日本は破綻、破滅する。この終幕している現日本経済から抜け出すには、 経済構造を根本から変えることが必要である。唯一新又吉イエスの公平平等の原理原則による共同の所有、生産・消費性経済の世界 経済共同体日本へ向けてである、まず、もっての施策は、日本の基幹産業である製造業の大企業に業種別連盟を、中小企業に業種別組合を作る、その上に大企業連盟。 中小企業組合をつくり、その総本部は経産省に置くものとする、官民一体、国が一つになる経済である。この組織の中で、経済研究、経済開発、試験、技術、 人事等を協力、融通できるようにすれば、日本経済、世界経済のどんな局面にも対応できるようになる。日本にその資質がある。日本人の持つ特性。1勤勉さ2 まとまりすなわち組織力3もろもろの技術力能力である述べていることは日本経済全体に当てはまるそれは日本が一つになって最大の経済力を持つことになるそして 先に述べた日本の破綻破滅となる財政赤字問題その他の危機難問諸問を全て解決して国民一人びと人の生活を守ることができるまたその前に各企業自体の経営を 守るることができる加えて述べるが企業の海外投資活動も述べたと同じ各企業が連携し官民一体国が一つになる経済として行うものとする。 東京都選挙区世界経済共同台等又吉光男さんの放送でした。